はい、どうもこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ユニクロペイと三井住友カード連携で V ポイント20%還元ということで、今回はユニクロペイについてのキャンペーンですね。この動画ではユニクロペイと三井住友カードを持っている方であれば、ほとんどの方が参加できるキャンペーンとなっていますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回こちらのキャンペーンですね。ユニクロペイと三井住友カードのユニクロペイに対象の三井住友カードを登録してお買い物すると、V ポイントが20%のポイント還元というキャンペーンとなります。で、このキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となっておりまして、還元上限が V ポイント1000円相当までとなってますんで、実際に5000円利用することで、この上限の1000円分に到達するということになります。で、一つですね、先に気をつけておいてほしいのが、 このキャンペーンの期間なんですが、まずですね、このキャンペーンエントリーが本日の5月6日から一応受付は開始してるんですけども、このキャンペーンのスタートが2021年の5月の10日からとなってますので、ここは気をつけてください。本日ね、動画をアップしてるのは5月6日なんですけども、キャンペーンのスタートは5月10日からとなりますので、気をつけてください。で、キャンペーンの詳細に入っていこうと思うんですが、こちらね、公式のページを見ながら見ていこうと思うんですけども、まずはキャンペーンのエントリーをする時にはこのエントリーのところから入っています。 入っっててください後ほどね僕もやってますんで、そちらを参考にししててていいいいたただだければと思いますででユニクロペのね登録もしていただいてで今回気になるこの対象のカードですね。三井住友カードとはいえど、まあかなりね、いろんな種類があるんですが、一応ですね、ここに出てるように、以下のビザマスターブランドのカードが対象ですということなんですけども、まあ最近ね、よく CM とかで見かけるような、三井住友カードプルチナプリファードとか、まあ言えてなかったですけども、あとはね、普通の三井住友カードとか、あと 最近流行りのね、三井住友ナンバーレス NL なんですけども、まあこういったカードが対象と、他にもね、デビュープラスとか、エブリプラスとか、SMBC カードスイカクラシックカードとか、あとワンズカードゴールドとか、こういったものが今回のキャンペーンの対象のカードとなります。で、このキャンペーンのちょっと落とし穴というよりかは、ちょっと気をつけないといけないところはこの部分なんですけども、新規で三井住友カードにご入会された方で、 新規入会特典と本キャンペーンの特典が重複した場合、本キャンペーンは対象となりませんということで、これは一体何のことを言ってるのかっていうふうになると思うんですけども、ま、おそらくこのことかなと思うんですが、いわゆるその三井住友カードでよく開催されているキャッシュレスプランという確かキャンペーンだった気がするんですけども、新規入会でご利用金額の20%、1万円相当の V ポイントプレゼントみたいな、ま、このキャンペーン自体はね、4月30日で終わってるんですけども、このキャンペーンと併用して、 使うことができませんという意味合いかなというふうに思いますもし間違ったらすいませんなのでもしねこの最大1万円相当の枠の中おそらく5万円分を使うことにはなると思うんですけどもそれと併用してユニクロのキャンペーンと参加することはできないということになりますちなみになんですけども こちらが今開催されてる新規入会のキャンペーンですね。まあキャンペーンのね、特典の額はかなりガクンと半分ぐらいに落ちてはいるんですけども、このタイミングでナンバーレスのカードを申し込んだ方とか、もう届いてる状態で参加しようかなっていう方は、これと併用することもできませんので気をつけてください。で、あともう一つですね、ここも結構注意点かなと思うんですけども、キャンペーンの対象カードを複数お持ちの方ということで、まあ僕もね、その一人に該当するんですが、そういった場合どうなるかと言いますと、カード別に複数エントリーした場合、 最初にエントリーしたカードのみが対象となります。別カードでの2回目以降のエントリーはカード利用があった場合でも対象となりませんということですので。なので、とりあえずね、三井住友カード複数枚持っている場合は、もうその1枚だけ参加することができるということになります。まあ僕の場合ね、こちらのカード持ってるんですけども、今回は、まあ手前の三井住友ナンバーレスのグレーのカードの方で僕は挑もうかなというふうに思っております。 で、ポイント還元の時期についてもちょっとチェックかなと思うんですけども、本キャンペーンの付与時期ということで、一応ですね、7月末頃還元予定ということになってます。 で、通常ポイントとは別に付与されるということで、そうなんですよ。今回はとりあえず特典のポイントと、そして通常付与される200円ごとに1ポイントでしたっけそれの V ポイントは別々で付与されるということになります。一応分かりやすい流れも出てますね。毎月の支払いが10日の方の場合に関しては、5月10日に例えばユニクロで5000分のお買い物をすると。そしたら、5月の末頃に通常ポイントの25ポイントが付与されて、7月の末に今回のそのキャンペーンのポイント分が付与されるということになります。で、そして毎月の のの支払いが26日の場合僕の場合、ここに該当するんですけども、今回のキャンペーンでユニクロペイを使って5000分のお買い物をすると。そしたら、6月の中旬頃に通常ポイントの25ポイントが付与されて、その後に7月末に975ポイントの得点分が付与されるということになります。なので、とりあえずね、この部分に関しては、 カレンダーとかにメモしておくのがいいかなというふうに思いますね。あと細かいところに関してはね、注意点はいろいろ書いているんですが、この中で見てて気になったのは、この部分かなというふうに思います。ユニクロ店頭でお買い物をすると、通常ポイントを含み、ご料金額の200円、税込みにつき20ポイントが還元されるということで、なんかこれ聞いたことありますね。おそらくちょっと au ペンに似てる部分があるかなと思います。そうなんですよ。税込み200円ごとにつきポイント還元ということになるんで、例えば199円とか、 150円とか、まあそういった商品ないと思うんですけども、その場合はポイント還元されない。通常ポイントももちろん付与されないですし、特典の分も付与されないので、この部分に関しては、まあユニクロでね、電卓を持ちながら計算してお買い物することが、一番綺麗にね、お買い付ができるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにそれも含めてなんですけども、本キャンペーンに加えてユニクロペを初めてご,ろご登録いただいた方は、ユニクロの店舗で使える500円クーポンがもらえますと。 そうなんですよ。僕も今一応登録はしてるんですけど、ユニクロペイ自体はね、まだ使ってないので、なのでこれと併用できれば結構お得にお買い物できますよね。ユニクロペイの500円クーポンはユニクロの店舗で5000以上をご購入の際にご提示いただくと、500円お値引きできるクーポンですと、一人1回目で獲得できて、500円クーポンは予告なく変更終了する可能性がございますので、あらかじめご了承くださいということですので、まあ、登録のタイミングでね、もらうことができますんで、これは絶対ね、併用した方がお得かなというふうに思います。ちなみに先ほどのクーポンなんですけども、 店舗で利用可能のクーポンを使用した場合還元の対象になりますかということなんですけども対象となりますただし値引き後の購入金額を元に20%還元がされますということですのでまあ、ここに関してはねちょっとうまく計算する必要がありますねということでね早速僕もこのキャンペーン参加してみたいと思うんですけどもまだキャンペーンはスタートしてないんですけどもエントリーからまず行いたいと思いますんでキャンペーンページの右下にエントリーはこちらからというところがあるのでここをまずタップすると画面が切り替わって V p a s s ID でログインする画面が出てきます ののででカーードド持っっててている方であればここの ID とパスワをを入力してログインを行ってくださいそしたらですね、僕の場合、操作中のカードということで、今、三井住友マスターカードのナンバーレスのカードが出てきます。で、エントリーするカードで、三井住友ナンバーレスか、三井住友カードのビザ、どちらで行きますかって出てくるんですけども、先ほどお伝えしたように、僕はね、三井住友ナンバーレスのカードで挑みたいと思いますので、ここにチェックを入れて、進むをタップします。そしたら画面が切り替わりまして、またね、ここの手続き内容の入力のところが出てくるの でまあ、ここでキャンペーンどこで知りましたかというふうに出てくるので、まあ、ご自身が知ったところにチェックを入れて画面を下に下がっていただくと確認するという項目が出てきますのでこれをタップするとこれで受付が完了とエントリーが完了ということになります。 で、続きましてですね、このユニクロペイと、この三井住友ナンバーレスのカードを紐付け行いたいと思いますので、まずユニクロのアプリをインストールしていただいて、会員登録を行ってない方は、まず先にそちらを行ってください。僕はね、すでにどちらも完了している状態となってますんで、右下に会員証という項目があるので、これをタップすると、こういった画面が出てきます。ここに関しては会員証の ID とバーコードとなっておりまして、早速真ん中にですね、ユニクロペイにお支払い方法を登録いただくと、ユニクロペイ500円クーポンプレゼントということで、 登録詳細はこちらという項目があるのでここをタップすると画面が切り替わりまして始めようユニクロペーということでこの画面の中のこの真ん中下にですね始めるという項目があるのでここをタップすると利用規約の画面が出てくるので利用規約に同意するをタップして今度は今登録しているユニクロの ID とパスワードメールアドレスとパスワードを入れるので入力をして次にログインをタップしますで諸々入力項目が出てくるのでこういった SMS の認証とかしていただいて画面をどんどん進んでいただくと認証番号の入力とかでこの ままで行くととりりあえず登録が完了しております次に支払い方法の登録をしますので、ここにですね、支払い方法、新しい支払い方法を登録するという項目があるので、ここをタップすると、下からですね、メニューが出てきまして、銀行口座を登録するか、クレジットカードを登録するかっていう項目が出てくるので、ここでクレジットカードを登録するという項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、クレジットカードの登録画面が出てくるんですけども、僕が今回ね、登録するカードっていうのは、こちらに今出てる三井住友ナンバーレスのクレジット カードとなってておりましてこのカードの特徴というのがその名の通りカード番号というのが載ってないんですよなのでこれに関してはご自身の VPASS アプリというのがあると思うんですけども この VPASS アプリで、この右上にですね、カード番号を見るという項目があるので、ここをタップすると、まあ、いろいろ認証画面が出てきて、どんどん画面をまっすぐ進んでいただくと、ここで自分自身の三井住友ナンバーレスカードのカード情報というのを確認することができます。ここでカード番号と有効期限、セキュリティコード、氏名、こういったものを全部ね、まあ、スクリーンショットであったりとか、もしくは、ま、メモしていただいた上で、先ほどのユニクロペイの画面で、クリジットカード情報、有効期限、セキュリティコード、名義人の名前を入れて、 登登録録すすするるをタップしますそしししままそたたらでででねここここれで登録が完了とししということでここにも出てる通りお支払い方法を登録しました。会員証にユニクロペイが追加されました。普段通りユニクロのお店で会員証を提示するだけでユニクロペイでの支払いを選択できます。オッケーということですね。これでバッチリと登録ができまして、先ほどお伝えしてた新規登録のクーポンも獲得できております。僕の場合はですね、有効金が2021年6月5日までということですので、まあキャンペーン内でこれをね、うまく消化しようかなというふうに思っています。 ておりますここまで行けばね、先ほど今登録したユニクロペイと、そしてマスターカード。今回ね、三井住友ナンバーレスのマスターカードで登録しておりますんで、そういった情報がここに出てるということになります。ここでまでできればバッチリです。ってことで、本日お伝えしたことをまとめです。まずキャンペーンの期間なんですけども、5月の10日月曜日から5月の27日木曜日までとなっておりまして、まあね、先ほどもお伝えしたように、この動画をアップしてるときはね、まだキャンペーンはスタートしていませんので気をつけてください。あくまでも来週の月曜日から となりますまあ、約2週間ちょっとぐらいのキャンペーンですねでキャンペーンにはエントリーが必須となってますんでここも忘れないようにしましょうで付与上限なんですけども1000円分の V ポイントが付与されますんで実質まあ5000円分を利用すれば付与上限に到達するということになりますまあ、とりあえずここ記載してるんですけどもユニクロペイの500円分のクーポンを使ったら若干ちょっと計算が変わってきますのでそこは気をつけてくださいで得点付与時期なんですがまずは得点分に関しては7月末頃予定となっておりまして通常の V ポイント分に関しては 支払い月が10日になっている方もしくは26日になっている方になん関してはそれぞれね付与される通常の V ポイントってのが変わってきますんでここも気をつけてくださいで注意点なんですけども大きく2点ということでまずは新規のキャンペーンまあ、20%還元キャンペーンとかそういったものとの併用は対象外とそしてここも注意ですね税込200円ごとに20%還元ということですのでまあ au ペイとかでね慣れてる方をいらっしゃる方だと思うんですけどももしねユニクロでお買い物される時はここはねちょっと注意が必要 かなと思いますんで、なななかかかかね計算が合わっったたとかまあそういったことにになならいいようこここは気をつけてくださいでこのキャンペーンの流れなんですけども、ユニクロペイって書いているんですが、ユニクロのアプリを開いていただいて、三井住友カードの登録を行うと、そしてユニクロで決済をするっていうような流れになりますんで、まあ分からなかったらね、店員さんも教えていただける方と思うんですけども、その時は事前にちゃんとユニクロのアプリの 登録であったりとかユニクロペイの登録とかあとは決済方法の登録とかまそこまでした段階でねお会計の時に全部準備万端の状態でね分からなかったら店員さんに聞くのが一番ベストかなと思いますんで今僕がやった方法をね参考にしていただければなと思いますちなみにですねたまたま V ポイントの使い方に関してはこういった動画アップしてますんでこちらもぜひね概要欄にリンク貼ってますんでまだ見られてない方は見ていただければと思いますまあそんなこんなで今回はユニクロペイと三井住友カードのまあお得なキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきます ま、このユニクロペンに関してはね、ちょっと前に、ま、キャンペーンというか、サービスが始まってから、クーポンのね、情報は出ていた、じゃいたんですけども、結構目立ったようなキャンペーンというのが開催されてなかったので、ま、このタイミングで出てきたっていうのは結構面白いのかなというふうに思っております。まあ、この季節になるんでね、ま、夏物の洋服であったりとか、ま、インナー類であったりとか、僕もちょっと買おうかなというふうに検討してたタイミングではあったので、今回のこのキャンペーンで、もう秒速不要上限に到達するぐらい、ま、お買い物しようかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたキャンペーンのリンク、そしてね、 V ポイントの使い方に関しての過去動画のリンクも概要欄に貼っておきますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました